きました、鬼滅ね。んああチ太郎かなこれは。あ。なんか持ってんのふみか。ああいや、動いたよね。炭治郎すごいわ。いやこの岩を土の上で動かすっていうね。やべえよ、あんた。朝もまたね、ここいや、だから朝ね、喜んでいいのかなこれ。 うん。言ったよー。どうすんだ、お前ら。うん、負けたぜ。潔い。<laughs> まだうん。まだ動かす気ええー。感覚とかをね、ちゃんと覚えようとか、そういう感じもあるんだろうね。うん。 おさらに。<ー>あ、あ悔しいんじゃないえ天ぷらえ <laughs> それでそれで動かそうって動くのか、これで。<laughs> マジかよ。<laughs> 天ぷらパワー半端ねえな。<laughs> おあと続いたね。 いや、どうすんのお前。いや、ほんとだよ。<laughs> 一人残されんのはね、ちょっと焦るよね。あ可かわいい。かわいすぎるよ。このスズメっていうのがね。いや、稽古の話じゃないんじゃないそれは。あ <laughs>、いいぞ、いいぞ。<laughs> 読んでもらわないと。いや、かなりあれだよ。焦ってる様子あるけどね。あ、あー。 いや、何なんだろう。いや、チ太郎が持ってくるっていうのがね、どこから持ってきたんだろうね。いやー、あと今回はね、もうなんか夜柱の話終わっちゃったのかなと思ったけど、本格的にはここからっぽいんで、やっぱ彼がね、結構謎に包まれてるキャラなんで、もうそこを知りたいよね。で、あと、もう少しずつこうね、まあ、魔の手が迫ってきてるというか、 もう、あれじゃ、無ン様がこっちのさ、全体像6割くらいだっけもう掴んでるような感じになってきて。けど、革新的な部分はまだ掴まれてないみたいなところで、でそこがいつね、また掴まれちゃうのか。でそこが分かった瞬間にもうあれかな問答無用ですぐ来るのかないや、あのさ、能力が凄す,すぎるんだよ。 あの、ビワの人。名前何だったっけちょっと今出てこないんだけど。なんか、コンピューターみたいだったよね。なんか髪の毛とかがさ、光ってさ、言われた通りにみたいな。で、目がね、リンクしてんのかさ、全部見えてんだろうね、無残様も。いや、あんな便利な能力で探さないでくれっていう。で、あざが心配だ。さ、来ました。うん、姫島さんね。 また、押してるんだね。いやー、すごい。わあ汗も半端ないね。めっちゃ押したやん。<laughs> 壊れてる。いや、そりゃ壊れるわな。顔はやべえよ。ああ。マジ <laughs> いやいやいや、寿命縮まってるでしょ、この訓練で確実に <laughs>。いや、デミキンみたいになってるし。え汗ばやばいやばい、顔の色が <laughs>。シアノーゼみたいになってる。やば。<laughs> いやいや、ちょっと待って、えけど、全員一がすぐ出てくるんだ。<laughs> ああ。ええー、村田さんまで。<laughs> いや、ネジコじゃないの、だったら <laughs>。そこはさ。 あ誰だああ、また泣いてるよ、姫島さん。<laughs> うん。いやいや、拝まないで、死んだみたいじゃない。え死んだと思ってんのか、もしかして。<laughs> やっぱそういうこと。<laughs> ちょいちょい面白いよね、この人。うん。いや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 。いや、まあまあまあ。水は欲しいけど。うん。 うん。正しき行動。ああ。いや、もうね、話せないね、こんなんじゃ。いや、でけえ。うんうん。いや、それはちょっとあのー、うん、<laughs> いや、それは。<laughs> うん。 うん。うん。うわぁ、素直に。もうマジでまっすぐなやつだな炭治郎。けどまたそこがよくないおあ、これが何この人の過去か。 早く。うーん。いや、けど、子供か。まあ、そりゃそうだよね。姫島さんからしたら。いや、子供なんだよな。こんな頑張ってるけど。なあ,あ。いや <laughs> 頭カちこちゃおね。最高。水でか。うーん。うん。なあー。うん。いやー、そのまっすぐさよ。うん。 寺で。さっきのそれか。あー来たーああ、これ姫島さんだろうね。先生わあ、この子たちに何かあったんだろうな。 あら、かわいい。うん。めっちゃご飯見てるね。おんえ食べてってことなのかなへぇえへへへ。<laughs> いや、自分だってあれだろうね。 うんうん。いやあ。みんな思ってなんじゃないそこもけど、一応。いやいやそこは、だね。<laughs> マジでかわいい。いやいやだ、俺、こんな子たちになんかあんの。 いただきまーす。いいね。みんなで。うん。いや、あんま幸せそうなの見せないでくれ。頼むから <laughs> <laughs> あ。あー、もうもうなの鬼だろ ああ、おこれは普通の鬼か。うわ、この子。うん。助かるために。うん。うん。ええー、ええー、え最悪なんだけど、それ。 うー,うーわー。うーやべえ。あ、もう、せめて起きない方が幸せだったんじゃないうー <laughs> いやーえ何うんえー、うわあーそういうことなの。 ねえ、あれなんだ。うん。ねそういうあれなんだね、この、ね。あ、あああいや、この子まだあれじゃん。いや、けどどうなのあ,ああ。戦った。 意外とやれちゃったりして、この人なのいや、けどガリガリなんだよね。うーあー、おーほほほほ、すげえ。鍛えてないのに、これすごいね。え、もう再生しないように殴り続けてんのかなわ、あー。 いやーこの子どうなんだろう、これ。もう、近寄ってくれるのかな、あの子。うん。うん。ね、すごいね。初戦で。 うわ、まあま、それしか方法があれか。守ったが。え、え、何え、えー、ええー、えさようちゃん、そんな。 えー、え、じゃあ、犯罪者っつか。うん。うーんいや、そりゃそうだよね。いや、わかるよ、気持ちは。あ。ああ、こっからなんじゃない 泣き虫じゃないけど。うーん。そっか、そうなるとねー。うわーおにうぜぇ。ああ、そこで。 そんなことがあったらなぁ。うん。がよく。うん。頭カチコチだからね。<laughs> うん この目おっあっうん姫路はさわまた炭治郎泣いてくれるんだね はあ行、えー、こやー。えー、へーへーもう。<laughs> ほんと子供だね、こうやって見ると。ああやば。ああさよちゃん。 さあ、親方様か、これは。んあれうん。んああ、原イやか。親方様じゃないんだね。うん。あーあ。あ伊之助。うん。 うん。鬼はあれかなあ本当に胡蝶さんのあれ、鬼に対する。いや、みんなそうだよね。嫌悪感は。ああ、善逸はうん。善逸はあれ、どうしたのあれ、あれ、ふみ、ふみ。何か書いてあったんだろう。いや、そのせいでいないんじゃないあ、戻すんだね。 優しい。うーん、他人のことばかり。おう。うん。な<う>あ。なあ、体。いや本ほんとお兄ちゃんだね。どんな時も炭治郎は。うん。義勇さん いけないああ、あれか。おお、マジすげえじゃん。伊之助こうやってる間にあれかなもう全員動かせるようになってんのかないや、やめなさい。いや、この二人喧嘩したら誰が止められるのおっかねえよ。いや、もう確かに炭治郎なら止められるかもしれない。すごいね。 押さえつけてるよ。うん。うん。お兄ちゃん。んあ、ええー、終わりああだからなんかあれだろうね。お兄ちゃん君のこと心配してんだよ、みたいなことをお兄ちゃん目線で語ってくれてたんじゃない今。いやーここまで。後ろ向いてるけど。あら。 もう声のトーンが。うん。喋らない。え空返事じゃん。いやーやばいよ、絶対ある。何やるべきことんうん。うん うんえいや。こんなのほっとけないよね。あ <laughs> おろおろしてる。<laughs> いや、せめてこっち向いてほしいな。うん。えああ、っちゃうのうん、だけど。 うんあ、えもうメリメリ出てるし、血も出てるし。へー。ああ、で、炭治郎は、ギーさんとこいや、すごい竹林だね。うん。ねえ、ほっといていいのかね、あのまんま一人で。あら、ぬずこ。え <laughs>、かわいい <laughs>。 ああ、寂しくて泣いちゃってないかってこと <laughs> それね <laughs> あー。あ千年竹。うん。あ、迷ってんのあ、剣撃が。ああ、訓練してんのかなんおおやば <laughs> いきなりやってるじゃん。<laughs> わん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 。やべえ。<laughs> やべえ。二人が戦ってる。柱同士。うわぁ。うん。早い。僕と、うん、が。うん。綺、う、麗、ん、な色。え、でも。ああ見えるの <laughs> げもうだから炭治郎も戦えるんだろうね。土壇場になればさ、また呼吸とかあざとか。えうん。<laughs> そうね。捉え方がね。もう。いやいやいや、そんな簡単には決まらないよね。 いやさすがギリーさん。うん。ああー決着つかずですか。いや、怖いよー。いや、めてよー。おっ、感じる、割って入った。いや、割って入れるのすげえよ。前もあんなん色々あったのにね。あはは、接触禁止。かすえ おはぎいやいや、何を言い出してん突然。<laughs> 火に油注いでる。<laughs> やべえよ。<laughs> ギーのなあの顔。<laughs> えそうなのうん。えアマトウなの <laughs> こう見えて。<laughs> 意外。しかも否定しない。 グッ <laughs> てなった。マジか。あもう、それ以上言わないであげた方がいいんじゃないほら、ほら <laughs>。やばい。いじりすぎ。いや、俺は腰やああああうん。あしょうがないかな <laughs>。いや、しょうがないくはないけど <laughs>。マジか。あ、ああ。ああ,あ、引いてくれたうん。気絶してたのか なぁ。いああ喧嘩うん。ケインか。うん。うんうんうん。だよね。姫島さんとかも見たいけどなぁ。あ<ー> <laughs> 遅い。可 <laughs> 愛いい。そして二人ともデフォルメが <laughs>。うん。 なあ、ちょっとここの二人め、ちょっと大変だね、コミュニケーション。おえ何いや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 そこにどうやってずっと入れてんのよ。おいや、慣れねえよ、きっと。喜ばねえよ。パーンとかされるよ。<laughs> 噂に。えあ、噂をすれば。 怖いな、夜。一人いやー、大丈夫かいやいやもうなまってようよ。あ <laughs> <laughs> よぎってる。いやー、てか、まじ怖いんだけど、夜は。あっ何その視点。大丈夫大丈夫か <laughs> いや、マジで来たんじゃないのんえ潰したいや、いや、やったじゃん。え、これだから潰したってことは、気づいたってことじゃないいや、報告しろよ、ちゃんと。え、襲われないかなえ、怖い、怖い <laughs> 証言来るうんいいぞいや、気づければね、また対策の仕様もあるだろうし。やったお兄ちゃんナイスんああ、親方様か。ああ ちょっと待って。出たえええ,えこれは来たんじゃない来たんじゃないのやばい。や,ーば,ーい <laughs> やばいね。一人 うわあ、不気味。ああ <laughs> マジい<か>よ <laughs>。ついに、いや、気づいたのにねー。いやー、侵入されちゃったね、とうとう、部屋敷さんのとこまで。ええー、もう助からないだろ、部屋敷さん。親方様。これで、 えうわ、ちょっと最悪なことを予想しちゃった。これで風柱っていうか、お兄ちゃんさ、品塚はここに向かっちゃうとかないかな中途半端な救援なら誰も来ない方が。いや、言い方悪いけど、ほんと柱が一人二人来たところで、いや、無惨様は止められないだろう。え、そもそも本当と一人なのあいつ。 また上限とかちょっと距離を置いて後ろにいたりしたらさ、もうマジで、マジで終わってんだけど、そんなんだったら。他の場所とかにあれかなある程度調べつけて同時多発的にあれかな来たりすんのかな一斉に。いや、先手取られちゃうかないや、さっきけど一応気づいたけどね。いや、もう来ちゃったしな。うわぁ、やべえ。やばすぎる。 あと、あれはね、あの、善逸の方もさ、ちょっと大丈夫なのかなんんこれはああ、もう言続きだねやばーい。<laughs> やばい。<laughs> もう絶望が死が訪れるよ。 えそばにいて平気なのかなあ、まあ、もう、一緒にあれか。共に行く日なのかなひえあ気づいた。いるのか。まあ、まだか。あー、来た来た 帰って <laughs>、出直して <laughs>。かっこいい <laughs>。いや、マジで敵だけどかっこよすぎだろ、こんなの。あもう本当どうやって止めんのこのとこ。あと、上限も。 いや、すごいね、なんか。いや、もう誰も他にいないんだよね、あの二人しか。ここでみんな待ち構えてたりとかすんのかな、それとも柱が。さっきのあの、品沢の演出あるし。出てきたりして、屋敷から。いや、そんな、 え、<laughs> もういろいろ考えちゃうな。<laughs> ここ、ばーって出てこない。屋根の上とか。いや消えていくのかな、月が。わー <laughs> おやかたさ あ結構長いね、C パート。C パートって言っのへぇー。ああ、来ないね、柱。うん。いやー、もう話すのもやっとだね。 うわ <laughs> <laughs> ついにご対面さこそこそね。うん。うん、品瀬が、おはぎ好き、甘いもの好き。<laughs> いやぁ、あ、ま、んまいじんなよ、炭治郎。<laughs> いやぁ、けどあなたも当たりきついんだよね、ほんとに。うん。 えそうなのえかわい,い,いろいろ, <laughs> いろいろかわいすぎるああやばいまた殴られるぞこれあ逃げろ逃げろ <laughs> 柱きっしってことはやっぱいやあんなことないか親方様がやっぱ命を落としてそれでみんな集まるみたいな感じなのかないやそれともやっぱあそこにいるのかな実は 上限飛び越して一回この無ン様と全員でバトルっていう可能性もあんのだとしたら超熱いんですけど。けどそれ1話で終わるかってなると、やっぱあれだね。この後親方様何かあってから、みんなで集まって話し合いかな。いや、無残様はもう親方様だけで帰ってくれるのかね。いや、めっちゃ怖いじゃん。もうあの登場の仕方。けどかっこいいじゃん。<laughs> 絶望が死が歩いてきたね。 誰もあの歩みを止められないっていうかさ、もう歌がめっちゃ合ってた。いや、暑いね、無残様も登場するようなね、そんな段階になってきたんだね、話が。あいというわけで最後に全部無残様が持ってっちゃったんだけど。けどそれでもね、それでもやっぱ善一は気になるわな。これで一回あれかここから去ってさ、何かしに出かけに行っちゃうんじゃないなんか根性の別れみたいで怖いんだけど、あれ。あっちはあっちであれなのかなどっかで上限とかとぶつかったりすんのかな 手紙の内容何だったのか気になるね。えー、今回の役者に対する皆さんの感想だったり、僕の役所に対するコメントをお待ちしております。また、動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、どうぞ、つがお越ししました。バイバイ。